皆さんこんにちは、高橋ギター教室の高橋義太郎です。3月にですね、当教室の発表会を行うことになりましたので、そちらのお知らせを、ただいまからさせていただきます。はい、チラシ作りました。そのチラシに基づいて説明させていただきます。はい、こちらがチラシです。見えますでしょうか。はい、第6回となります高橋ギター教室の発表会と、ね、いうふうになります。もう6回目ですね。本当に最初、私ね、当然生徒0人から、教室始めました。それ最初1人2人と集まってね、で、発表会できるようになって、今 ではね、こう6回目と、ね、生徒様も数多く、参加してくださって本当にありがたいなというふうに、思います。はい、今回のテーマですけども、演奏会じゃなくて演唱会ということで、まあ弾いてね、そして聴いて笑って楽しいひとときをね、過ごしていただきたいと。まあ生徒さんもそうだし、あとは、教室外の一般の方々にもたくさんおいでいただいて、楽しい時間を過ごしていただきたいなというふうに思っております。はい、まあ発表会ですから、まずは主役は生徒様ですね。その生徒様が、ギターを弾いて、そして、発表会の最後には私とゲスト、今回ですね、落語家の三遊亭トムさん、まあ東京の落語家さんですね、お招きしまして、私と三遊亭トムさんの音楽と、落語の融合のね、ステージを、皆様にお届けしたいなというふうに思います。本当に非常に、面白い方ですのでね、聞いてもう素直に、難しいこと考えずに笑っていただきたいなというふうに思います。はい、日にちですけれども、今年2022年の3月13日日曜日になります。10時50分開演という形になります。まあ生徒様の、人数と考えると、まあ14時ぐらいの終演予定かなと。だから三遊亭トムさんの出番は1時過ぎかなというふうに、まあ今のところ予定しております。場所、宮城6文化センターです。宮城6文化センターというのは JR 仙石線の陸前原の町駅のすぐそばにある、文化センターです。そこの3階に和室ございますので、まあ、そこでね、ギターの演奏も、ゲスト発表もね、します。すごく素晴らしい綺麗な部屋です。はい、まあ、当然ですけれども入場無料というふうにさせていただいておりますので、まあギターに興味ある方はもちろんですけれども、まあとにかくね、笑いたいと、ね、まあ、いう方、ね、楽しい時間を過ごしたいという方ね、ギターの関係者でも、ギターの関係者以外の方でも、とにかくね、大歓迎しております。みんなでね、楽しい時間を過ごしたいと、ね、いうふうに思います。まあこれチラシね、作りましたけども、チラシの真ん中にね、絵を載せました。この絵もね、私頑張って描きました。ね。こうなんかみんなでギターとね、落語をこう楽しく、していくというようなね、イメージの絵を描かせていただきました。ね。皆様のお越しをね、お待ちしております。はい。まあね、毎回毎回ね、すごく楽しい、発表会であればいいなというふうに毎回毎回こう考えてやってるんですけど、今年はね、もうわかりやすい形で、落語さんをお招きしてね、わかりやすく、みんなで楽しい時間を過ごしていきたいと思いますので、皆様のお越しを心よりお待ちしております。はい、それではさようなら。